今回の会議では、子どもに優しい社会をどのように作っていくかについて話し合ったよ。東京都では、今後、チルドレンファーストの社会の創出を目的として、産官学民の幅広い主体が連携し、現在と未来の子どもの笑顔につながる子どもスマイルムーブメントを展開してまいります。育児が、子育てが大変なのは別に親が身近なせいでもなくて、人の遺伝的な背景にありますと。でそもそも、育児は一人でできる性質のものでもなく、チームで取り組むものだと。でしかしですね、現状は、子どもがいる世帯の各家族率は、8割と、都市部では9割と高くですね、本当に少人数で一人の子どもを育てないといけないという状況にあると。で、子育てで孤立を感じる母親の割合は7割ということもあり、その科学的な視点で見た集団で子育てを行うということを前提とした遺伝子のシステムと、ワンオペ育児に代表されるような現代の子育て環境に非常に大きなギャップが存在しているということなんですね。人はずっとチームで子育てをしてきたんだって。子育て支援のなんか考え方として、本当に子育てってきつい仕事だから、必ずサポーターが必要ですよとか、あと、すごくその人にとってこう、なんか子育てが楽に立つと、楽にできるような情報もすごく重要なんですよってことが、まず、共有されているんですよね。だからそこが、まず日本は、子育て支援も、情報が大切だってこともあまり、認識されていないですし、自分で頑張らなきゃいけないんだっていうところを、変える必要があるなというふうに思いました。迷ったり困ったりした時にも信頼できる役立つ情報があれば安心だよね。子どもが幸せな国で世界一を取っているオランダを例に挙げてみると、子どものために母親は幸せでないといけない、母親の機嫌は子どもの幸福感に直結するから、子どもは親が自分の人生を幸せに歩んでいる姿から歩み方を学ぶという、そういった考え方が世間にあるというふうに聞いております。なので、そういった親ならではのストレスや偏見、それから、そういったものを軽減する政策ということができてくると、結果的に、子どもの幸せにつながるんではないのかなというふうに、今回のプレゼンを聞いて思いました。お家の人が幸せそうだとみんなも嬉しいよね。我々新型コロナの影響ということで調査をしておりますと、新型コロナによる変化、テレワーク等の進展に対して子どもの生活への影響の視点が欠けているのではないかと考えられる場面があります。例えばテレワークというのは仕事と子育ての両立においては非常に有益なものですけれども、一方でコロナ禍の中でほとんどテレワークになっているという企業もあるわけなんですね。当社なんかもそうなんですけれども、そうすると家庭が職場化してしまうと、そうすると子どもの生活への影響がある。でこのことに企業の経営者の皆さん気がついてるだろうかという問題があると思います。お家で仕事をする人が増えたことでみんなの生活にも影響が出ているんだね。やっぱり余裕っていう言葉ってすごく鍵になるなって思っていて、例えば子育てに対してやっぱり時間的に空間的にやっぱり余裕ができるっていうことが多分大事だなと聞いていたんですけど、何かちょっとしたこう余裕空間を子育ての余裕に使うために、さらに地域の人が参画してっていうような、なんかある種のハブというか拠点にしていくっていう、そういう都市空間の中でこう遊んでる空間っていうものを、ちょっとこう焦点化していくっていうのもあるのかなと思いました。いろんな場所で自由に遊ぶことができればいいよね。どこからでもいいからなんかできることをやる、ちょっといい加減な言い方に聞こえるかもしれないんですが、さっき高橋さんおっしゃったようにかなりその課題については共通認識がある中で、何をするかっていうところにすごく時間をかけているよりも、なんかできることをパイロット的にでもいいからやっていくっていうふうに、この会議ではこう
アクションにしていっていただけるとありがたいな。でもすでに子育てはある程度終わってる世代も含め、現在真っ最中の方も含め、なんかそういうアイデアを募集して、でできそうなところをどんどん取り入れていくとか、そういうことができないかなというふうに思っています。子どもに優しい社会を作るために、皆さんのアイデアも大切にしていくよ。チームとして育児を行うためには、最小単位の、夫婦であったり、それからサポートしている子育ての輪っていうのを大きな輪にどうやってこう広げていくのかというところの、具体策ということが、重要になってくるのだろうと思います。コミュニティの構成員が同じ支援を、みんなが同じ支援を受けたりするというのではなくて、構成者一人一人が自分でできる、自分の良さや特性を生かして、多様な支援を、私はここが参加できるというような、いろんな世代がいろんな形で、関与していくというようなことがとても重要なのではないかと思っています。皆さんやおうちの人を応援する輪を広げるために取り組んでいくよ。東京都ではこれからも子どもの笑顔をキーワードに、さまざまなテーマについて話し合っていくよ。次回もお楽しみに。